つまつつ憧れの彼はバンドマン彼氏ではない、憧れの彼はバンドマン同じ朝を迎えた、憧れの彼はバンドマン一緒にお風呂も入ったっけ、憧れの彼はバンドマン彼氏ではない、彼の右手は私で、
今日のジュニアチャンネルなんですけども、東京を中心にですね活動されてますシンガーソングライターの工藤ちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず最初に自己紹介をお願いします。はい、東京そのままなんですけど、東京中心に活動しているシンガーソングライターです。撮影時点では28歳です。はい、よろしくお願いします。まず最初なんですけども、この工藤ちゃんっていうあの芸名ですよね。これは どういう経緯というか、どっから取ってきたんですか？あ、もともとなんかネットとかで結構ブログとか書いてるときに、下の名前じゃなくて工藤っていう、まあ、本名なんですけど名字で名乗ってることが多くて、はい、それで学校の子とかに工藤ちゃんって呼ばれることが多くて、はい、まあ、自分でも名乗るというか、ツイッターとか工藤ちゃんって名前でやるようになって、まあ、それを結構活動開始したのがすごい、あの今後も長く続けるつもりがなかったんで、一旦工藤ちゃんっていう名前で始めたのが続いてるみたいな。ああ、じゃあ元々そういう呼ばれて普段呼ばれてる名前をそのままつけたという経緯なんですかね。あ、そうです。どちらかというと、はい、ありがとうございます。歌手活動をですね始めたきっかけって、どういうきっかけで今の始めたんですか？バンドのイベントを元々やってて、でなんかイベントがちょっと出演者が足りないかなっていう時に、自分で出演したらもしかしたら、あの自分の知り合いの人とかも来てくれるようになるかなと思って出演してみたのが最初です。はい、あ、じゃあもともとのバンドの、じゃソロというよりバンド活動だったんですか？イベントをやってただけなので、はい、初めて出演した時はソロですね。あ、そうでやってみました。あ、それでそこからもう歌手になりたいなっていう思いが芽生えたっていう形になるんですか？いやー、なんか結構あのライブハウスとかってちょっと生々しい話なんですけど、はい、ライブハウスとかイベントとかって常に出演者探してる状態だったので、はいはい、やっぱりあの始めたって分かると、いろんな、まあ、周りの音楽やってる、音楽イベントやってる人とかが出演してみないっていう感じで声かけてくれるので、はい、まあ、声かけられるままに出演してみたっていう感じで、それが続いてるっていう感じです。はい、ちなみに歌手活動って今年で何年目くらいになるんですか？今年の10月でちょうど10年ぐらいです。はい、あ、ちょうど10周年。はい、あ、じゃあちょうど10周年、今年は10周年記念なんですね。そうです、はい。ありがとうございます。普段ですね、作詞作曲はご自分でなされてるんですか？そうですね。はい、あ、それってどういう感じで普段曲とか知って、普段どういう形で出来上がっていきます？あ、まあ、作曲メロと歌詞が思いついたら、割と同時に思いついたら、まあ、続きを作るみたいな感じですかね。あ、じゃあ結構そのどっしりと作るっていう感じでやるんです、普段は。それとも自然と出てくるんですか、メロディーが？まあ、自然となんか鼻歌とかで思いついた時に、はい、まあ、覚えたりメモしたりしといて、はい、後でまあ時間がある時に気が向いたら続きを作るとか。はい、あ、ありがとうございます。普段ですね、どのような練習、シンガーソングライター活動をしてて、どのような練習をどのような頻度で普段やってますか？弾き語りに関しては正直あんまりしていなくって、はい、まあ、ライブの前日とかライブの直前に時間があったら、歌だけ、まあ、メロディー取ったりとか、はい、まあ、なんですか、メトロノームのリズム測るもので、はい、合わせてギターと歌一緒にやったりとかという感じですね。はい、それと別で、はい、バンドは、まあ、スタジオにライブの前に1ヶ月に2回ぐらい入ってるのと、はい、あとボイストレーニングのレッスンを月に3回行ってます。はい、あ、じゃあ結構練習は普段なされてるんですね。まあ、あんま弾き語りではやってないんですけど、はいはい、まあ、してる方かも。そうですね、ボイストレーニングもね、やってると思うんですもんね。はい、あ、ありがとうございます。これまでですね、聴いてきたアーティストや曲って今までどんな曲普段聴いてます？あ、そうですね、今までだと小学生の時好きだったのがオレンジレンジ、ああ、はい、中学生の時好きだったのがミスターチルドレン、はい、高校生の時好きだったのがエレファントカシマシ、はい、大学生の時好きだったのが大森聖子さんって感じですかね。ああ、有名な人たちだとそんな感じです。はいはい、最近は大体その今挙げられた方々の曲を聴いてるんですか？あ、最近はあんまり音楽聴くっていうのはないんですけど、はい、ハロプロが好きで割と、はい、よく聴いたりはしてます。あ、なるほど。その中でですね、影響、特に今活動してる中で影響を受けたアーティストっています？あ、自分の曲とかに多分影響してたり、ちょっと似てるなって思われる人が多いのは、はい、エレファントカシマシと大森聖子さん。あ、はいはい、その2組のアーティストは結構じゃあ普段影響を受けてるって感じなんですかね。うん、そうですね、多分知らないうちに結構、はい、インスパイアされてるかなと思います。 ありがとうございます。好きな音楽のジャンルって特に何が好きとかあります？
あんまりジャンル自体分かってないんですけど、はい、普通に J ロック、J ポップが多いかなとは思います。弾き語りだとまあフォークっぽい人とかも割とライブ見に行ったりはします、はいはい、ありがとうございます。カラオケってちなみに行きます？ほとんど行かないです、ね、あんま行かないですか、はい、じゃあカラオケでよく歌う曲って言ってもあんまり普段なんか口ずさむ曲とかよくあります？カラオケだと全然今の話とは違うんですけど、はい、あのレベッカのフレンズとか、はい、松田聖子さんの赤いスイートピーはよく歌います。あ、それライブとかでよくカバーとかもするんですか？あんまり歌わないですか、カバーに？すごいたまにやったことがあるぐらいですかね。あ、なるほど。カバーはあんまりそうです、はい、ありがとうございます。ですね、一番好きな曲ってあります？ナンバーワンソングみたいな。一番好きな曲っていうとちょっと難しいんですけど、はい、なんか一番その自分自身に影響を受けたみたいな曲は、はい、ちょっともう活動を終えてるインディーのミュージシャンなんで知ってる人が少ないかもしれないんですけど、はい、彼女ズっていうバンドが今までに一番好きで、はい、そのバンドのストロングバラードって曲が一番好きです。あ、今もじゃあ活動はされてないんですか？そうですね、はい、8年ぐらい前に、はい、活動を終えてるバンドですね。あ、じゃあでもその人たちの曲が一番好きっていう感じなんですね。そうですね。あ、はい、ありがとうございます。曲とかですね、詞がですね、普段浮かばない時ってどうやって対処してます？まあ、自分の曲だったら浮かばない限りは作らないんですけど、はい、人に頼まれたものだと、はい、まあ、なるべくたまにあのアイドルさんに頼まれて、はい、作るんですけど、そういう時はまあアイドルさんのツイッター見たりとか、はい、まあ、なんかテーマを聞いてそこから思いつく言葉をバーッと上げたりとかっていう感じですかね、はい、結構じゃあオファーもあるんですか、その作ってくださいっていうオファーも？たまに、そうですね、知ってるアイドルさんとか頼んでくれる、はい、あ、はいはい、ちなみにあれですか、持ち歌的には今までどれくらい作詞作曲トータルでしたんですか？全部で提供曲とかも合わせると100曲ちょっとだと思います、はい、あ、結構じゃあ多いですね、100曲って言うと。本当ですか、はいはい、あ、じゃあそのカバーした曲もはカバーというかその提供した歌はたまに歌うこともあるんですか？あ、そうですね、はい、たまに、はい、まあ、自分のライブでっていうよりはそのアイドルさんとかに呼んでいただいたイベントとかでは、はい、まあ、その人のお客さんも結構多いと思うんで、はい、やってみようかなっていう感じでやってみてます。なるほど、ありがとうございます。ですね、その歌手活動で楽しいこととか幸せと感じることってどんなことあります？やっぱりライブが基本的に多いので、はい、ライブに対してそのフィードバックというか感想をもらえたり CD を買ってくれたりとか、はい、まあ、そのライブ見た人がまたライブに来てくれたりっていうのが嬉しいです、はい、あ、じゃあ逆にその大変なこととか苦労してることって何かありますか、歌手活動で？苦労してることはあんまりないんですけど、はい、やっぱりちょっとライブにお客さんが来ないと自分の悲しいっていうよりはなんか呼んでくれたイベントの人にせっかくいいと思って呼んでくれたのになんか返せてるものがないなっていう気持ちになってちょっとあの辛いなみたいな、はいはい、あ、じゃあその部分が結構辛いことなんですね今 ね、 あ、 ありがとうございます。周りの人からですね、工藤ちゃんはどんな人ってよく言われますか？あ、でもなんか割と嘘つけないとか、あ、正直なんですね、はいはいはい、イメージは持たれてるかなと思います。あ、なるほど、うん、ありがとうございます。生活で今まで苦労したことって何かありました？生活は特にない。あ、特にないですか、うん、あ、 ありがとうございます。今ですね、夢ってありますかね？夢は、あんまりないですけど、はい、そうですね、夢っていう夢はあんまりないかもしれない。あ、今特にじゃあ夢っていうのはあんまないですか？まあ、そうですね、はい、この後も特に苦労をせずに生活や音楽をすることが夢というか目標かなとは思います、はい、あ、 ありがとうございます。工藤ちゃんの好きな食べ物ってどんなの好きなんですか？まあ、だいたい好きなんですけど、はい、辛いものと、はい、ラーメンとかカレーとかは好きですね、はい、あとお米が好きです。あ、じゃあ結構辛いもの激辛メニューは結構何でもいける口ですかね？そうですね、前はすごい食べてたんですけど、はい、ちょっと、はい、まあ、そこまで辛すぎなくてもいいかなっていう、はいはい、気持ちですね。じゃあめちゃめちゃ辛いっていうわけで、まあ、ちょっと辛いピリ辛系が大丈夫ってことなんですね？そうですね、割と食べますね、はい、中本とかは。あ、はい、ありがとうございます。好きなですね、飲み物ってどんなの好きですか？アルコールも含めて、はい、あんまり甘いものとか飲まないですけれど、はい、でもレッドブル好きですかね。レッドブル、はい、あ、あの、じゃあ結構頻繁に飲むんですか、レッドブル系は？そうですね、はい、普通にレッドブル味が好きで、はい、飲んでます。 あ、 ありがとうございます。
ですね、好きな動物ってどんなの好きですか？無難に猫とか好きです。猫、ちなみに今なんか飼ってらっしゃるんですか、動物は？飼ってないですね。あ、特に今飼ってないんですか、はい、じゃ過去も今までも飼ったことは特にないですか？子供の頃になんかヤドカリとかトカゲとかそういうレベル、はい、本当に ちっちゃい、はいはいはい、ありがとうございます。ですね、今なんか宝物って何かありますか？大事にしていることでもいいんですけども、特にないといえばないんですけど、はい、まあ、日々感謝を、全てに感謝をしながら生きるみたいな、はいはいはい、感じですか。あ、じゃあそういう感じで普段、日々に毎日感謝をして生活してるっていう感じなんですね。割とそうですね。割と、はい、ありがとうございます。お客さんとか、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になるんですけども、告知とあればじゃんじゃんおっしゃってください。はい、あ、これはいつ頃投稿される？来週の火曜日くらいですかね。あ、分かりました、はい、ちょっと近いんですけれども、はい、5月13日が誕生日でして、はい、13日と14日にあのイベントがあります。はい、13日のお昼に、はい、大久保の光の間というバーで、はい、まあ、弾き語りのちょっと長めにライブをするあの誕生日のイベントがあるのと、はい、14日にのお昼に下北沢のフラワーズロフトというところで、はい、まあ、バンド編成で出演するスリーマンがありまして、はい、まあ、自分の旦那のやってるバンドと、はい、あとは自分の好きな大阪のアイドルグループと自分のバンドでスリーマンをやるっていうのが告知ですかね。はい、あとはさっき10周年っていう話があったと思うんですけど、はい、2023年、今年の10月29日に10周年のワンマンライブが新宿ヘッドパワーというところであります。はい、それチケット購入するにはどのような手順で購入したら大事ですかね？ちょっと普段のライブに来てほしいので、はい、なるべく自分のライブの物販だとちょっと安く、はい、あ、ちょっとお買い得なんですね。そうですね、はい、まあ、でも当日いきなり来てもらったりとか Twitter で行くよって言ってもらえれば、はい、案内します。あ、分かりました。ちなみになんか SNS とかってどんなのやられてるんですか今？ SNS は、公式というか、案内とかしているアナウンス系のものは Twitter だけで、はい、まあ、あとは趣味の方の、まあ、つぶやき用の Twitter と Instagram は割とプライベートな内容が、はい、誰でもフォローはできるんですけど、はい、こういうものを持ってます。あ、ちなみに YouTube も今やられてるんですか？ YouTube は、はい、ライブ映像とかミュージックビデオをたまに上げるよって、はい、一応やってますので、はい、じゃあメインは大体今 Twitter がメインってことですね。まあ、そうですね、はい、Twitter が一番分かりやすい。あ、で検索で工藤ちゃんでやればもう Twitter でも出てくるって感じですかね。そうですね、まあ、分かるかなと思います。あ、分かりました。ありがとうございました。本日なんですけども、シンガーソングライターの工藤ちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。